丈夫かな。ということで、まあ、ちょっとゆいちゃんのお部屋で、お家でですね、撮影させていただいているゴルフじゃない動画でございます。はい。ちょっと前の動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、まあ、ワインを1本目、まあ、ほぼほぼ飽きそうな状態でございまして、もう飽くね。休んでる間にもガブガブ飲んでしまって、ちょっとやっぱり撮ってない間の方が飲んじゃうっていう、そうなる、話がヒートアップしちゃって動画では流せないようなことを結構喋っちゃいましたですね。テンションも上がっております。もう撮れなくなっちゃうから早く撮んなきゃということで、酔っ払うからね。酔っ払っちゃうから。で、2本目の動画はですね、まあ久々にゆいちゃん、うん、ラウンド動画1年ぶりぐらいかな、うん、出てもらってですね、まあ、感想とかあとその動画のコメントとかでちょっとお話できたらなと思います。ゆいちゃんどうでしたか、久々のラウンド動画出演についてはでもゆっこと3人で回れたのが単純に超楽しかったっていう。確かに。でも回ったことないよね。ない、実は。ない。仲いいし、ゆっことゆいちゃん、うん、私とゆっこ、私とゆいちゃんみたいな組み合わせはもちろんあるし、うん、なんかみんなで一緒ってないな。ない、なかったし、単純にめっちゃ楽しかった、うん、いや、楽しかったよね。なんか、まあ、普通に18ホール、うん、あれだけ短縮して動画に出してるから、うん、まあ、出してないとこの方が多いな。そうだね。まあ、楽しかった。そうだね。しかもなんか仲いいから、本当になんか気使わなくていいから、なんかあれなんかイラッとしたみたいなのもないから、ない、ね、本当に一瞬で18ホール終わってあ、ゴルフしたねみたいな感じじゃない。結構さ、わかる、わかるでしょ。そのなんだろう、ゴルフにも集中するし、だけど会話もナチュラルにしてて、うん、あ、18ホール、なんか普通になんか日常の流れみたいな感じでゴルフできるって感じが、いい感じだったよね。やっぱあるよね。やっぱ私もじゅんちゃんとかゆっこが一緒の時の方が普通の態度取れる、うん、あー、まあそうよね。あ、どうもみたいなじゃなくて普通に喋れる。だから逆にちょっとなんかコメント少ないみたいなのがで、コメントがあったの。あー、そうなんや。そう、なんかちょっともうちょっと話してほしいみたいな、うん、話してるんやけど、そのね、多分もっと日常会話すぎてじゃない。だからさ、ゴルフをしに行ってはいるんだけど、日常会話しにゴルフ行ってるって感じじゃんか、うちらって、はい、だからゴルフの話実はほとんどしない。しないよ ね。これどうやって打つのとか、うん、なんない、なんないじゃん。だ、聞かれたら言うんだけど、うん、だよね。なんならないっしょとか多分余計に言ってるくらいだな。なんかじゃあ多分動画撮ってなかったらそれすらもほとんど言わない、ね、言わないよね。内緒とかも言わないよ、ね、なんかよかった、もういいもの、いいじゃん、よかったじゃんみたいなぐらいだよね。だから動画だから余計に言ってるぐらい、うん、ナイスパーとかそう言うけど、もっと多分少ない、ね、少ないよね。多分動画撮ってなかったらもっとそういうゴルフへの掛け声みたいなのは少ないよね、うちらの場合ね。余計に言ってる。私と純ちゃん2人だったらもっと少ないと思う、うん、多分、あ、いいねみたいな、今よかったね、うん、うん、そうだね、言われた方も、あ、うん、確かに、ありがとう、まあ、そこそこだねみたいな、終了みたいな。飲んで普通の話してる時の方がめっちゃ喋るよね。確かに、今日のが喋ってるの。今日のが喋ってる。そう、飲んだ方がゆっこもゆいちゃんも、うん、多分3人でいる時は喋るよね。めっちゃ喋る。私、そうね、特に飲んだ時の方がヘラヘラしてるから。めっちゃわかる。だってゆっことゴルフしててゴルフの話することないもん、ゆいちゃんって。なんだろう、じゃ、なんだろう、いい意味でよってぐらい、なんかそれぞれがそれぞれでして、うん、そうそうそう、ゴルフしながら単体でゴルフしてるって感じなんだよね。そう、女子ゴルフって感じじゃないんだよね。そう、一人で打って一人で悩んで、うん、一人で解決して終了みたいな、うん、でなんかさ、なんかハーフとか終わったぐらいに、なんかやっぱちょっと左向いてたんじゃないぐらいとか、うん、右向いてたんじゃないぐらい言って、ね、え、マジみたいな、ちょっとじゃあ見てくんないみたいなのはあるけど、うん、なんかもう、ね、あー、ナイスショーすごいねとか絶対ない。ないよね。
あれで、ね、すごいできないよね。できない。できないし、多分私みんなそうだよね。この3人は。うん。ちょっと今日ゆっこいないですけど。そう、確かに。次はゆっこ一緒にしたいね。そうだね。ゆっこ一緒にして3人で喋ったら、多分何喋ってるか分かんなくなるから。分かんなくなりそう。一旦ちょっとただの酔っ払いとかみたいな、ね、そうで。確かに。撮ってみるのはいいんだけど、ちょっとしそのなんか動画として成立するかがちょっと心配。誰かな。MC がいないと。確かに、まとめてくれる人がいないとダメかもしれない。私も酔っ払ったらやばいからでもね、コメント欄とかでもずっとゆいちゃんいつラウンド動画出るんですかっていうのあったんで、嬉しいですね、ありがとうございます、うん。まあ、次回は、まあ、3人の予定は多分会いづらいから、私とゆいちゃんで心の声全部喋るみたいな、うん、あーいいね。なんか今もう打った後に、うん、普段絶対喋んないけど喋るみたいな、チって言ってるようなこととか、あ、ライがちょっと悪いし、ちょっとあ、右つま先下がってるから、うん、左に行きそうだけど、まあちょっとすくいながら、あ、右に行きそうだけどちょっとすくいながら左からのなんかみたいなのがっていうのをね、そうそうそう、喋るってことね、そうそう、喋るみたいな。だからそもそもリンゴルフ出る前まで動画を撮ったことがなかったから、その言ってたね、しょっぱなさ、その自分が打つ前にカメラマンさんを待つっていう作業ができなくて、なんかあれ結構、そう、あれね、本当にね、申し訳なかったんよ、マジで。だから純ちゃん向こうで撮ってて、まあね、待ってほぼ同時で打ってくるからね、そうそう、普通はパンって、あ、打った、はい打つみたいな感じだから、分かる分かる分かる。そう、それが本当にダメ。あとね、私めっちゃあるのが、あの番っていうの忘れちゃう。ああ、これこの前の動画もそうだったんだけど、そうね、純ちゃんとゆっこが何番で打ちまーすっていうのを見て、うん、あ、やっぱ言わないとと思ってたまに言うんだけど、うん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 、基本的に忘れてるから。まあもしね、ガチでちょっと本当にやるんだったら、もう2カメみたいな、1人1カメか、私と純ちゃん2人だけで行って、うん、どっちかが打つとき絶対どっちかがカメラ持ってるとか、そういうパターンだったら忘れない。あ、そうだね、純ちゃんがおーおー言うの忘れてるよって言われたら、うん、おーってなる。まあ、確かに2人でカメラを1個持ってやったら、ほぼほぼ喋ってる動画が撮れるよね、うん、し、多分考えてること全部言うってことでしょ。そう、あ、ちょっと左に行っちゃったし、まあ、次のドライバーこうしようみたいな、うんうん、そうそうそう、とかただなんか外しちゃったから今日こうしようみたいな感じだよね、うんうん。何の方ができるの、ちょっとカメラマンさんに対しても人見知り入ってるから分かる。そうなんだよね、ゆいちゃんそうなんだよね。え、でも言ったら私もやっぱこう、ここまで言ったらこの カメラマンさん引いちゃおうかなとか思ったか、あるっちゃある、私も あるっちゃあるから、だけど気にしないで動画撮った時の動画のなんか暴言みたいなのがどんぐらい入るか分かんない逆にそれもおもろいんじゃない。確かに一回だから多分こういうあのハンディじゃなくて iPhone とか、そう、携帯でいいんだったら全然できるね。ね、その方がさ、なんか気にしなくない？うん。まだ。し、まあ、ポッケに入るから、うん、そうだ、ね。なんかやりやすい。やりやすいかもしれない。ちょっとそういうなんか画質は荒くなっちゃうかもしれないけど、うん、まあ、そういう企画は面白いかも。あとね、多分私のこのカメラ使いこなせない、絶対。ズームとかでいい。でも最近はズームしてない。あ、そうなの？そう、あの弾道つけてるから。あー、すごいね、そのあれ見た見た見た、線をつけてるんで多分逆にアップしちゃうと線消えちゃうじゃん。うーん、そうそうそう、なんで必要な部分はもう編集の子がすごい優秀で、もうピッてアップしてほしい時はピッてやってくれたりとか。いいね、そう、ここはスローでとかってコメント言っとくとスローでしてくれたりとか本当にもう本当にすごいすごい、もうチームで成り立ってるのがリンゴルフでございますもう今日もね、本当にちょっと動画が追いつかなそうで、もう昨日かな、昨日、そう、昨日か一昨日ぐらいに、うん、ゆいちゃんちょっと空いてないって言って連絡して、あのもう急遽撮らせていただいて、じゃあうちで飲もうよってそう、外暑いしね、ほんと暑い、まあ、暑いし店空いてないしね、店暑いし終わっちゃうしね、お酒出してないしね、そうなんです、お酒飲みにとっては辛い、辛いよ、もう空いてる店探すのも大変だしね。本当、ね、緊急事態宣言始まってからもう酒屋さんにいくらつぎ込んだか分かんないよ、もう。確かにゆいちゃん結構発注してそうだもんね。めっちゃしてる。なんか私焼酎とビールと氷
は、うん、定期配送してもらう。マジで？そう、氷買いに行くのめんどくさいな。確かに確かに、重いし、重いしね、し基本忘れちゃうしね。一人だともう焼酎かビールしか飲まないから定期配送。すごっ。そうワインはね最近ね、うん、LINE でこれ欲しいってお店に送ると郵送してくれる。マジで？決済で安いやつね、まあまあまあ、1本1200円とかのやつを12本で入れてもらって、うんうん、まあ、安いやつもさ美味しいやついっぱいあるしね。なんかさもう家でご飯食べるぐらいだったら、うん、これでいいんだよみたいな。これもそんな高くないの、うん、あ、そう。これいくらぐらい？2500円とか。美味しいね。辛口でいい感じのやつくださいって言って。いや、めっちゃ美味しい。フランスだって。そんなね、フランスです。なんだっけ、なんだっけ。あ、でも全然もう脱線しましたけど、あ、そうですね。で、今回のそのゆいちゃんとゆっこと3人のラウンド動画に、うん、コメントをねいただいたんですけど、まあ技術的な、まあ、ちょろっとですね、ちょろっといきますね。そう、ゆいちゃんさすがです。残りありがとうございます。残り約170ヤード5番ウッドに乗せる、かっこいいなと来ておりまして、まあ、ゆいちゃん的にはまあちょっと飛んでないなみたいな。と本当でも前の今上がってる動画、うん、のやつの時めっちゃ調子悪かったから、確かに確かに、普通に振ったらミスショットの方が絶対多くなっちゃう、しだったらもう番手下げて、うんうん、番手上げて、あ、番手上げてか、うん、酔っ払ってな多分みんなも分かってくれたと思う。番手上げて、番手上げてちょっとこう、そうね、そうね、まああるよねっていう方がいいよね。うん、でも調子悪い時あるよね。まあでも普段、まあ、ゆいちゃんのクラブセッティングというかドライバーどんぐらい、何番何番何番と、ドライバーでも200、うん、もう30は絶対飛ばない。あ、そう、飛ばないと思う。どんだけ頑張っても220とかじゃない。220ヤードで3番ウッドが、まあ、大体で大丈夫、190から200、うんうんうん、だ5番ウッドで180前後。ああ、180前後ね、うん、うんうんうん。で19、21、25で入れてて、うん、全部10ヤード刻む。なるほどね。でアイアンが6番から9番まで入ってて、うん、6番アイアンで、150か、7番で140、うん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 、それを短く持ったりとか、ああ軽く振ったりとかして、まあ色々調整ね、全部調整して、うんうん、基本そのなんだビビリなんで、うん、確かに、あの番手は絶対大きめに持つ。あのマックスの距離では基本絶対打たない。なるほどね。だから7番140ヤードで、うん、例えばショートコース、うん、ショートホール、うん、ショートコース急にショートコース出ました。ショートホール、ショートホールね、うん、ショートホール、はい、140ヤード、うん、まあ、風もそんなにない、うん、ピンもセンター、はい、だったら私多分7番の距離だけど、うん、6番アイアンを若干短めに持って打っちゃう、うん、へえ。なぜなら7番アイアンでもし当たりが薄かったら、うん、もしちょっとダフっちゃったら、うんうんうん、乗らないじゃん、うん、っていうあるので、うん、基本的には若干大きめに持つ、うん、あピンがめっちゃせん、なんだろう、エッジから近くない限りは全部ちょっと大きめ、ちょっと大きめです。あ、まあクラブをね大きめで軽く短く持つ、軽く振る、まあ、確かにね、ジャストめっちゃ多い、ジャストと思ってパーンって打っていったら失敗するもんね。 それ絶対やらない。ジャストの距離は絶対打たない打たないっていうか、あの選ばない、選択しない。7ってやっぱミスやすいよね。なんだかんだ、そう、7、6ぐらいからはやっぱミスるんで。そうね、アイアンとユーティリティの差をちょっとつけるぐらい。うん、そうね。で、まあ、前回の動画は、まあ、ゆいちゃん今も、まあ、ちょっと調子悪かったって言ったけど、うん、まあ、ゆいさんこの前見た動画で全くの無言で心配してたのですが、前半かな、後半で二日酔いって言って安心しました。あの日ね、前日ちょっと飲みすぎて
私の車でみんな一緒に行ったんだけど、ね、うん、もう駐車場から車出す時点でこれダメだと思って、うん、もう多分酔っ払いすぎて前日に、うん、もう運転できないと確かにそんな感じだったな。で、純ちゃんにちょっと申し訳ないんだけど運転してくれないの、うん、多分今警察に捕まったら私飲酒で捕まっちゃうとそうで、行きの車純ちゃんとか来た時にカップの味噌汁を、そう、なんか飲み物持っててよく見たらもう味噌汁をこうやってスーッとこうやってすすってて二日酔いすぎてやべえってなってで、前半はまあ多分このコメントしてくださった方はそのあれゆいちゃんじゃないみたいな感じだったのね。もうちょっとね、本当二日酔いあの日ちょっとすごかったわ。すごかったよね、朝から。朝からすごかった、朝から朝からパンツ効いてたで、まあまあ後半二日酔いっていうのを聞いて安心しましたっていうあのコメントをいただきました。すいません、ちょっと、まあ、次回の動画で、まあ、なんかまあ二日酔いだったとしても ちゃんと万全の状態で調整していただいてちゃんとします、はい、みたいなのが実はあのラウンド動画にはありました暴露みたいになってるけどねすごい。で、あとですね、まあゆいちゃんはいつも、まあ、どうやったらうまく打てるかみたいな、うん、で質問あった時に、うん、まあ、リズムですって言 そうね、言うじゃんね、うん、コメントね、リズム感、うん、リズム、ゆいちゃんのリズミカルな男前ショットが好きで繰り返し見てます、うん、とかね、うん、まあ、ゆいちゃんのスイングリズムを真似したいけど、うん、なんかずれてうまくいかないとか、コメントをもらいました。まあ、ゆいちゃんってどういう風になんかリズム取ってんの？なんか1、2、3とかなのか、うん、なんかわかんないけど、例えばこう指導とか、うん、よく言うじゃんか、ちょっとグッてやってから上げるとかさ、なんかなんかわかんないけど、すんごい大雑把に言うと、うん、バックスイングはめちゃくちゃゆっくり上げる、うん、もうあの多分、うん、自分が思ってるよりももっとゆっくり上げる、そうなんだ。ゴルフって自分が考えてることと体感でやってることって全く違うから、うんうんうん、大げさにやった方が全部いい、うん、し、私はバックスイングかなりゆっくり上げて、はい、あのハーフスイングのバックスイングで止めてるイメージ。だからあの、なんだろう、ここら辺で左腕、ここまでしか上げてないっていうイメージ、うん、へ、自分の左肩が顎の下に入った時点で止めてる。確かに。だけど実際ってヘッドが重いから、自分がここまで来た時点でもヘッドはもうかなり後ろに行ってる状態、うん、それでトップの完成だと思ってるから、イメージでは。なるほどね。だからすごい大雑把にやっとそういう感じで、うん、切り返しで、まあ、下半身、うん、自分の左下半身の指導で始まってからは振り抜くだけって感じ、ね、ああそうなんだ。じゃあ、まあ、ここだけ結構後ろだけ意識してるって感じになるかな。で、多分後ろを気にしてたらもう切り返し後のことって考えてももう遅いから、うんうんうん、それ考えてると振り遅れちゃう。ああそうなんだ。から基本は素振り、多分リンゴルフ見返すと多分全部そうだと思うけど、私素振りする時ってバックスイングめっちゃちっちゃいと思う。ああフルショットしないくて、素振りの時にインパクトゾーンのことすごい考える、うん、ここからこういう感じでインパクトしたい、はいはい、って考えて、はい、スイング中は基本はバックスイングをゆっくり上げたいっていうのと、うんうん、切り返しで、うん、左足先行、はあ、ドンとやってからしっかり下半身から抜く。やっぱ肩っていうか上体がやっぱ先に来ちゃうと、うん、絶対にミスショットになるし、なるほどね、まあ、打ちに行っちゃう、うん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 、感じがくないかな。だそうですよ。すごい多分想像上ではめっちゃゆっくり上げてるつもりなんだけど、うん、やっぱ動画見ると普通なんだよねそうだね。まあでも結構グーって上げてる、うん、私は結構自分でも慎重に上げてるつもりなんだけど、やっぱ動画見るとふわっと浮いちゃってるじゃんね、うん。でもやっぱゆいちゃんって浮かないでこうやって上がっていくから、めっちゃゆっくり上げてるつもりだもん。そうだよね。イメージ、女の子は特に勢いで上げないと上がらない、うん、あ上がらないというか、あのそうだね、男の人に比べて腕力とか握力がないから、ね、ゆっくり上げてくださいって言うと切り返しでつまずいちゃう人が多いから、そうかも、ね、で勢いで上げちゃうっていうのがあるかもしれないけど、うんうんうん、
すんごいゆっくり上げてるつもりでいる。いやだから多分体浮かないんだろうね、うん、後ろには絶対浮かないね。私結構浮くじゃん後ろにこうやってやっぱ上にそう、ね、行くよね、うん、あれでもやってるつもり全くないし、なんなら結構抑えてるつもりなんだけど、うん、でもやっぱゆいちゃんのスイング動画と、まあ、私も自分でリンゴルフ見ると、うん、やってんなって思う。こうやってやってんのすごいすごい、なんか恥ずかしくなる。あ気持ち悪いスイングって思う。もうやだね、スイングはね、私もスイング変えたいけど、あゆいちゃんはゆいちゃんでね、うん、でもね、うん、大変なんだよな。そうだね、まあ、ゆいちゃん結構変えちゃうと、もできなくなるよね多分ね、ゴルフね。ラウンドできるかもしれないけど、その変えたいと思ってる部分を修正する時間がもったいない、うん、そうね、確かに、うん、もっと、うん、1年かけてとかやってらんないもんね。やらないね。あとやっぱね、そういうことしようと思ったら一人ではやらない方がいい。うん、あーそっかそっか、誰かに、うん、第三者に絶対見てもらった方がいい、うん、し、そうですね、動画もやっぱ、うん、ここから撮った方がいいっていう角度があるんだけど、あそうなんだ、みんな結構斜めとか自分の目線から撮ったりとかするじゃん、うん、基本腰の位置からこう真正面か、うん、後ろ、後方ね、後方の腰の位置で撮った方がいいんだけど、うん、結構この上から撮ったりとか、そう立ってるんですよね、みんな、ね、そうそうそう、この顔の位置をこうやって撮ったりとかすると、うん、見え方がまた違ってくるから、そうなんだってなるとやっぱ多少のズレがこう出てくるな、うん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 、あまあね、なんか足が短く見えたり長く見えたりと同じようにやっぱちょっとこうそうだよ ね、 ね、位置は多分変わ、うん、見え方違うよね。なるほどね、だから第三者に見てもらうのが一番いい、うん、本当は。なるほどですね、もうすごいこのリズムからすごい広がって酔っ払ってるので、酔っ払ってるからもう次から次へと喋っちゃういいですね、なんか普通に喋ってるみたいなもんね。確かに、ちょっとシラフの時にどれだけ喋らないんだって話になる。確かにね。じゃあまあ最後に、最後の質問、ゆいちゃんの上のゴルフウェアどこですか。私ゴルフウェアラルフローレンの形で、うん、RLX か、うん、デサントか、うん、ジェイリンドバーグがめっちゃ多いです。あ PXG、まあ、本当にこの4つ、ほぼこの4つ。あなるほどですね、うん、皆さんちょっとさ、そのほぼ4つチェックしてみてください。可愛、うん、いよねゆいちゃんのね。私ほとんど、まあ、でもそこばっかな気がする、まあ、あと韓国 か、ね、あ 韓、 国韓国で買ってきたウェア、あ韓国で買ってきたウェア可愛いよね、はい、あでもまあザ日本のメーカーみたいなのは、まあ、そこまで選んでないよっていうところで、多分きっと皆さんどこなのかなって思うってことよね。でもそう、はい、最近のイチオシは RLX、 RLX ラルフローレンさんが出してるスポーツ、いや可愛いよね、はい、思った、はい、うん、生地感もすごいいいし、うん、形と、そうそうそう、やっぱね、もう動きやすいのが一番だ、うんうんうん、生地がちゃんと伸びる、うんうんうん、だけど透けない、うん、やっぱいい生地でおしゃれを追求してるブランドだよね、だから高いんだよね、ラルフローレン様、うん、だってさ私服とかも結構可愛いよね。可愛い、ラルフローレンはめっちゃ可愛いし、ね、すっごい可愛いんだよねラルフローレンの私服も。本当にもうちょっと安かったらめっちゃ買うんよ。めちゃくちゃ買うの。わかる。高いの。わかる。普通のさ洋服もすごい可愛いじゃん。はい。生地もすごい良くてさ、ラインがすごくいいの。そう。ラインが出るんですね。ね。高いんだよ。高いのよね。まあ、でも同じようにゴルフウェアも作ってるんだなっていうのを感じますね。ということで。おすすめラルフローレンでございます。ということで終わりにしようかな。終わりにする。終わりします。はい。何持っちゃった。さあこの後次の動画はですね、うん、練習器具。あ、酔っ払った状態で練習器具の紹介を多分すると思うんですけど。また話が長くなるな。ちょっと早めチョキチョキしよう。チョキチョキします。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とコメント高評価。お願いします。お願いします。こんな企画してもらいたい、してほしいなっていうものがあったらコメント欄にお願いします。